スピリット201はスピリットレーシングが開発したフォーミュラカー。1982年から1984年までヨーロッパ F2 選手権に投入され、1983年には F1 世界選手権に投入された。フォーミュラ2では2リッターの自然吸気エンジンが搭載された。フォーミュラ1ではホンダ製の1.5リッター,ターボエンジンが搭載された。デビュー戦は ノンタイトル戦のレースオブチャンピオンズでドライバーはステファン・ヨハンソンであった。ヨハンソンの予選順位は13台中12位であった。レースではラップリードを記録して10位まで上昇したが4ラップ目にエンジンブローによりリタイアした。世界選手権での初戦はシルバーストーンで行われたイギリスグランプリであった。 改良された 201C をドライブしたヨハンソンは予選で15位を記録した。しかしながらレース当日の朝エンジンに問題が生じたため201での出走を余儀なくされた。レースでは5ラップ目に燃料システムのトラブルでリタイアとなる。201C は結局ドイツとオランダで出走し他のレースは201での出走となった。 ベストリザルトはオランダでの7位であった。スピリット201スピリット 201C。ありがとうございます。